このコーナーは私、本庄なみが実際にもう一つの京都を訪れ、その場所の魅力をお届けするコーナーです。今回訪れているのは福知山市。福知山という場所を簡単に紹介しますと、昭和12年4月に京都府で2番目の市として誕生し、最近では平成18年1月1日に福知山市、三和町、薬野町、大江町の 一市三町が合併し、新しい福知山市のスタートを切りました。京都市からは60キロ、大阪市からは70キロの距離にあり、恵まれた自然環境を生かしながら、未来創造福知山、多様性あふれる工事機能都市の実現を目指して、北近畿の中核都市としてのちづくりを進めている地域です。そんな福知山市をこの番組で訪れました。今月、7月は、 伊藤木材の4代目でありチェーンソーアートなどを通じて福知山の山の魅力を発信し続ける伊藤和也さんへのインタビューの模様を通じて福知山の魅力をお伝えしていこうと思います今週は2週目ですまずはこれまでのダイジェストをお聞きくださいこれは一体この彫刻はい<れ>彫刻えっ、ー、とチェーンソーで行うチェーンソーアートっていうチェーンソーアート、はい チェーンソーだけでやるなんでチェーーンソーアート山と,と人っていうのがなかなかなんかこうつながってないんじゃないかなというふうに感じてて、まあ、なんとか山と人をこう近づけれるようなことって何かないのかなっていうのをずっと探してましてこういうチェーンソーアートしている方がいらしてその方のデモンストレーションを見て衝撃を受けてもうこれがこれがつながるつながるなっていうふうに直感して。 そこからやり始めてます。チェーンソーアート皆さんご存知ですか？私は名前は聞いたことがあるんですけれども、そして時々こう山の中のあのお店とかね、あの街道沿いにある何かあの。 そういうこう観光スポットなどで目にすることはあったんですけれどもこの伊藤木材の、あのー、伊藤木材さんのお店の,あの前にはですね本当にそれがたくさん並んでいたのにまずびっくりしました。でそれを 伊藤さんが作っておられるということでねさらにびっくりなんですけれどもチェーンソーアートって一体そうは言ってもどうやって作るんだろうっていうのがね気になるところでもあります今週見つけた福知山の魅力そのには思いがけないフクロウとの出会いですさあ一体どんなことが起こるんでしょうか今週のキョハーモニーをお聞きください じゃ、ああの、せっかくなんで、あの、チェーンスートしているところ、ご覧になられますか。ぜひぜひ見せていただきたいです。でも、そんなすぐ、はい、もうちょっと用意もしてますんで、すぐできます。本当ですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。いつもは違うところ。違う、あの、結構山奥に、山奥というか、作業場があって。山の中に行って、こもってやってます。 やっていはいよろしくお願いします。 オッケーですすごーい <laughs> いやーこれ一つのチェーンソーだけでそうですねちょっと材料がちょっと小さめにしたんで一つのチェーンソーでいや見事な10分15分ぐらいですかね。ということでですね 目の前で伊藤さんがチェーンソーアートを実際にあのやってくださいました。もうねものの本当に10分かかってないぐらいだと思うんですけれども一つのチェーンソーだけで直径20センチぐらいの,あの木がですねフクロウが出現したんです。 これは驚きでもう瞬きするのも忘れてしまうほどあの伊藤さんの作業する様子に見入ってしまいました全然止まらずにねもうパパパパパってやってしまうんですね迷いのないチェーンソーさばきに圧倒されましたさあそれでは後半お話を伺っていますのでお聞きくださいすごいですねかわいい これはさんですね、はい、すごいお見事としか言いようがないあのその山と人とをつなぐっていう、はい、あのお話されてましたけれども、はい、なんかこのチェーンソーアートもチェーンソーアートってこういうものなんだって今回初めてよく見たんですけどね<あ>こう生えてるような木がそのままこう樹皮がついたような状態で。はいはい そこでこう上に彫刻が作られていくっていうのが本当にこう山を連想させる安いあのものなんだなっていうのも改めて感じましたし、なんかもうこう一つのこのチェーンソーだけでこんな見事な作品が出来上がるなんて、もうただただ本当に驚きました。すごいかっこいい。ちょっと持ってみていいですか。あどうぞどうぞ。あ、重たい。 大きいまだそうですね切りたてまあ切って2か月ぐらい経ってるんでまだ水分を十分持ってますね,そうですねしっとりしてますね、はい、へえすごい立派もしよかったらっあのプレゼントしますかえい。そのようにきっとカットしたんですけどいやありがとうございます <laughs>、はい、嬉しいですええー、嬉しい ほら大事にします <laughs> すごいコロさんちょっとじゃあ京都の市内の方に引っ越しましょうはいありがとうございますえ <laughs> いやすごいですねなんかあの一気に仕上げていくんですね迷いがないなって思ったんですよね<ー>なんかこうパッ で一瞬の判断でここかな、はい、次こっちかなっていうのをどんどん決めてやっていかれるっていうのはすごく驚いたんですけれども止めないんです、ね、そうですすねねそうあんまりこう考えずにこう一気にこうダイナミックに掘るっていうのがチェーンソーアートの醍醐味なんでんまあその辺もあも見せれたらいいかなというふうにいつも心けてます、ね、これ見てる人はみんな興奮しますね、はい、<laughs> 結構、子どもさんとかにはすごく人気で。はい いや貴重なものを見せていただきました、えー、ありがとうございます,あいますさあ伊藤さんの作られるチェーンソーアートなんですけれども今回は実際にフクロウを 掘っていただいたんですけれどもフクロウというのはあの割と初心者の人がトライしやすいモチーフなんだそうですけれどもでも人によって全然フクロウの, <laughs> あのイメージが違うのか出来上がる作品ももう本当に様々なんだそうですでそこが多分面白いんだと思うというふうに伊藤さんもおっしゃっていたんですけれども、あのー、今回作っていただいたのは、えーと 本当に丸太がですね、直径20センチぐらいだったんですけれども、高さも完成品はえー、っと35センチぐらいかな ?30 センチをちょっと超えるぐらいのサイズだったんですが、本当にね、コロンとしていて、そしてあの、資料深いフクロウらしいこう、まなざしですよね。そしてあの、口元のキリッとした表情。であの 足元のねガチッとした爪の感じとかあとフクロウの毛並みですねその羽の羽の具合がもう非常にフクロウで,で肩のねラインとかその何て言ったらいいのかなあの本当に全体がもうフクロウフクロウでしかないねって思うような。 佇まいなんですけれども、あのー、私もう全然その彫刻自体が本当に小学校とかで木版画をやったぐらいでしかないのであの木を彫るのって難しいなとか大変だなと思いながらやってたことしか記憶にないんですけれどもあれはででも平面ですよねチェーンソーアートは立体物を作るのでその立体感覚をちゃんとこうなんか あの体の中に持っていてそれを再現するだけの能力があるってねそれがもうすごいなって思いました。で今回実際に見せていただいたフクロウの他にもその伊藤木材さんの,あのお店先にはですねたくさんモチーフが並んでいて、えっと、ワシとかですねイルカとかですね犬とかね 本当になんかあのー、人形もありますしもうありとあらゆるいろんなものがテーマになっていてモチーフになっていてそれがすごくねどれも面白かったんですね。そしてあのー、なんかこうやっぱり作品を見るとその作者のねあのー なんかこう人物像がが見えててくるっていううのがねなんかこう芸術品の面白いところだなっていうふうに思うんですけれどもねあの非常にこう資料深くそして穏やかなね眼差しをしているフクロウがもう、ね、とても本当に伊藤さんそのものをなんかあの象徴してらっしゃるんだなっていうことをこうおう家に持って帰り そして家にね持って帰って子供に見せたらもうみんなが食いついて「あすごいねすごいね」って言ってすごい触りまくって「いい匂い」ってくんくんに香りを嗅いで本当に木をねもう全身で感じて楽しんであのしていたのであっ頂い,いて本当にありがたいなって思いながら今はあの玄関の上がったところにね あのお花生けてる場所のお花の横に飾ってあるんですけれども本当にこれれは我がが家の宝物だなっていうにうに今福郷さんがあの鎮座してくれてくおりますでも本当にあの一気に仕上げるのがチェーンソーアートの醍醐味ということを伊藤さんおっしゃってましたけれどもそのダイナミックさがねなんかこう山仕事のこう一端を表しているようなね繊細さもありそして大胆さもあるっていうところがこの山仕事の 山のお仕事をなんか象徴しているなというふうにも感じて、非常にこう貴重なものを見せていただいたなというふうに思いました。さあ、あの伊藤さんとともにお話を伺っていく中で、福知山の魅力どんどんとお伝えできていると思いますけれども、来週以降もまたこのお話の続きをお届けしていきたいと思います。以上タッチザ共鳴ハーモニーでした。